ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回はマジカルシフト大会について教えてもらいました。今回はどんなストーリーになっているんでしょうか。見ていきましょう。スタート。おー、久しぶり。ここ鏡の前やんな。エピソード2-6、集結プリーフェクト。鏡の間。ではこれより10月に行われる寮対抗マジカルシフト大会についての寮長会議を始めます。あ、寮長会議見れんねや。最初に大会運営委員長であるオクタビネル寮のアーシェングロット君から報告があります。誰？オクタビネル寮のアーシェングロット君。誰？運営委員長のアズールアーシェングロットです。よろしくお願いいたします。あ、名前アズールアーシェングロットって言うんや。難しい。運営委員長。ではまず会場となるコロシアム周辺に設置予定の出店についてですが。出店とか楽しそうやな。出店ってでも主人公とかグリムは出店を手伝うんかな、その大会の当日。外部企業枠、内部部活枠ともに全て埋まりました。お、いいね、賑やかになりそうじゃないか。あ、かわいい。各国のロイヤルゲストへの招待状は全て送付完了。観客席のチケットの売れ行きも順調です。チケットって買わなあかんねや。誰でも入れるわけじゃないんや。そして今年も例年同様、多数のテレビ局と新聞社より取材申し込みが来ています。わあ、すごい、新聞社まで来んねや。取材されんねや。本格的なスポーツ大会。この大会は世界中が注目してるもんな。この学園に入学する前は俺も招待状来るのが毎年楽しみだったっけ。あ、チケット買うだけじゃなくて普通に招待状をもらう家もあるんや。カリム君は招待されてたってこと？あ、王族なんだしレオナンチにも招待状が来てただろ。小さい頃会場ですれ違ってたかもな。あ、レオナ王子。さあな、どうでもいい。ってことはカリム君も王族の人なんかな。王様ってこと？今年こそウルトラビジョン対応の崩れないベースメイクを完成させなきゃ。入学式の時も気になったけど、そのタブレット気になんな。このタブレットの人あの人やろ。ちょ、名前出てこうへん。あの人やんな。青い髪の毛の、青い唇の、目立ちたくない人やんな。運動量が多いからお直しの回数が増えるのよね。すごい、さすが美しき女王の寮の寮長。寮の名前忘れたけど、さすが美意識高い。運動して化粧直しなんてしたことないわ。メイク直しのためにタイムアウトを取るのはポムフィオーレ寮くらいですよ。寮長同士は仲が悪いんかな。なんでみんな顔出し生放送に対して前向きな。こちとら想像するだけで吐きそうなんですけど。皆さんお静かに。あ、委員長が怒ってる。ああ、悪い悪い。かわいい。もうカリム君はかわいい。
癒される。このピリピリした寮長会議の中、カリム君だけ癒される。各寮出場選手が決定し次第、登録書類の提出を。提出期限に1日でも遅れた場合。何？え？何？首跳ねられるんかな？もちろん失格だね。厳しい。1日提出遅れただけで失格？アズールもリドル寮長ぐらい厳しい人なんかな？いえ、別途処理手数料をいただきます。特急料金というやつですね。手数料？お金？お金か。ここの寮って学校内でカフェも経営してんねやんな。お金が好きなんかな？僕はそうやって例外的なルールを作るのは良くないと思うけど。おーおーおーおお、ピリピリしてるよ、ピリピリしてるよ。やっぱり寮長同士はあまり仲良くないんかな。俺はありがたいけどな。やっぱり癒される。平和。寮長みんな闇落ちしそうな感じやけど、カリム君だけ闇落ちしなさそうな雰囲気あるよな。君たち話が脱線していますよ。さて次に対戦表の話ですが、私から一つ提案があります。提案？提案？今大会からディアソムニア寮寮長マレウス・ドラコニア君を殿堂入り選手とし、出場を見合わせてもらおうかと思うのです。ドラコニア君ってあれやんな、入学式に呼ばれてなかった寮長やんな。このマジカルシフト大会にも呼んでもらえへんってこと？呼ばれへんってこと？なんでなん？なんでいつもこのドラコニア君は呼ばれへんの？そういえば寮長会議にも今いいひんよな、今ここいいひんよな。え？どういうことだ？ドラコニア君が入学して以来、ディアソムニア寮に当たった寮は全て無得点のまま完敗。すごっ、めっちゃ強いやん。ディアソムニア寮の得点は100点を超え、そしてその9割以上は彼が一人で決めた得点です。ドラコニア君がもう強すぎて試合にならへんってことやんな。相手も味方も多分誰も活躍できひんってことやんな。確かに去年俺たちが当たった時は手も足も出なかった。そんな強いんや。なんかスポーツのイメージないよな。なんか走ったりしてるイメージができひん。ゲームバランスぶっ壊れ性能のチートキャラ無双でしたな。このさこのこのイデアっていう人のさ、喋り方どうした？喋り方何？全然ディズニーっぽくない。この大会は単なる娯楽ではありません。新たな才能を持つ魔法師を発掘するために世界中が注目しています。それにもかかわらず、対戦相手どころかディアソムニア寮の選手も一度も魔法を披露することなく試合が終わる。異常事態と言っていい。ああ、わかる。俺通展開も連続するとなえ。もう言い方よ。マジカルシフトプロリーグを目指す生徒が数多く所属するサバナクローリー。サバナクローリーめっちゃ強いやん。
レオナ様のリオやんな。レオナ様も強いんかな。学園設立以来3位以下に転落したことがなかった優勝常連寮です。それなのにこの2年はトーナメント1回戦でディアソムニア寮と対戦したばかりにどちらも初戦敗退。これではプロリーグ関係者の印象にすら残りません。選手の将来にも関わります。やっぱり将来とか就職にも関わってくんねや。この大会は活躍できひんかったら見てもらえへんもんな、そのプロの業界の人に。今年も俺たちが無様に負けるって言いてえのか。レオナ様怒ってる。私だって言いたくて言っているわけではありません。とにかく殿堂入りの件はすでにドラコニア君に内諾を得ています。あ、そうなんや。ドラコニア君にはもう言ってんねや。あ、だから寮長会議に来てへんのか。あとは皆さんの合意を得るだけです。レオナ様めっちゃ不満そうな顔してる。絶対反対やん。なめられたもんだ。俺はな、先生、お前は絶対に一番になれないって花から決めつけられることがこの世で一番嫌いなんだよ。あー、自分がそうやって育てられてきたから、生まれた時からもうあなたは第二王子やから王様になれないよっていうのを努力もまだしないまま生まれた時から決められてきて育ってきてるから、そういう最初から決めつけられるっていうのがレオナ様にとってはすごい嫌なんやろな。いえ、そういうわけでは。じゃあどういうわけだ。ピリピリしてるな。第一、ナジフとは力押しでやるもんじゃない。ここでやるもんだろ。でもドラコニア君頭も賢そう。マジフトがすごい強いのはドラコニア君がすごい頭がいいっていうのもあるんじゃない。めっちゃ賢そう。ドラコニア君の寮の人全員賢そうやもんな。ディアソムニア寮やっけ。ディアソムニア寮の人全員賢そうやもん。俺は頭でもマレウスに勝てる気しねえけどな。お前はな。だが俺は違う。確かに力押しじゃ誰もあいつに勝てないだろうが、おつむの方は違うはずだ。あ、そうなん？レオナ様は頭脳派なんや。ほう。グレートセブンの百獣の王も努力と知恵で王の座を勝ち取った。お前らも頭絞って考えろよ。あの化け物に勝つ方法を。ああ、レオナ様一人じゃなくてみんなでドラコニア君を倒す方法を考えたらいいってことか。もし勝てたならそのチームを世界中が称賛するだろうぜ。千載一遇のチャンスをみすみす逃すのか。寮長全員賢そうやからみんなで考えたらいいアイディアが思いつくかも。たまにはいいこと言うわね。私も学園長の提案はナンセンスだと思っていたところよ。あ、そうなんや。ビルさん、ビルさんもドラコニア君が殿堂入りになるのを反対派やったんや。才能あるものを排除する、それってアンコンシャスバイアス、無意識の偏見ってものじゃない？アンコンシャスバイアス。あたしそういうの嫌い。僕もビル先輩の意見に賛同します。あ、そうなん？寮長も反対なんや。みんな反対なんや。それに一魔法師としても戦う前からサジを投げるような真似はしたくありません。
あのお高く止まったスカシ野郎の悔しがる顔が世界中に放映される。なんかでもドラコニア君って負けても表情変わらなさそう。負けてもなんか悔しい表情とかしなさそう。わからんけど、イメージやけど。想像するだけで鼻歌が歌いたくなるじゃないかなあ。え鼻歌、鼻歌歌いたくなんのめっちゃ陽気やん。それは視聴率が取れそうな絵ですね。うんうん、仲間外れはよくねえよな。え、何この流れ。殿堂入りでいいって思ってるの僕だけ？てわけで先生、マレウスの殿堂入りの話はなしだ。やれやれ、わかりました。おお、ってことはマジカルシフト大会でドラコニア君も見れるってことやんな。おお、やった。しかし今年も同じような状況になる。来年こそ彼を殿堂入りにしますからね。好きにしろ。では本日の議題はこれで終了です。皆さん、各種書類の提出をお忘れなく。おお、寮長会議が終わった。マジカルシフト大会楽しみやな。どうなんねやろ、誰が優勝すんねやろ。ドラコニア君倒せるんかな。僕としては忘れていただいても構いませんけどね。お金大好きアズール委員長、覚えた。ところで今日の寮長会議、またマレウスだけ呼び忘れてない？え？あ、え？そうなん？呼ぶの忘れてたん？もう殿堂入りにするから混んでいいっていうのを校長先生が来なくていいって、寮長会議に来なくていいってドラコニア君に言ったんやと思ってた。違うんや。また入学式の時みたいにまた呼ばれてないってこと？なんでな、なんでいつも呼ばれへんの？呼んだげて。え？階段？そろそろマジカルシフト大会の選手選抜の時期だな。ハーツラベル寮の学生？何か寮長にアピールする魔法考えてる？当たり前だろ、この間クルーエル先生に見せたら好感触だったんだ。マジカルシフト大会に出場メンバーに選ばれたいハーツラビル寮の寮生かな。寮長に披露するの楽しみだって。うわぁ、え、落ちた？階段から落ちた？おい、どうしたんだよ急に。階段から飛び降りたりして。足が痛い。怪我したんちゃうん？大会出れへんやん。とにかく保健室に行くぞ。ラギーや、絶対ラギーや。あ、そういうこと？今のハーツラベル寮の人たちはあれか、滑って階段から落ちたんじゃなくてラギーの魔法で落ちたんや、階段から。え、あのドロドロやん、絵の具みたいな。何やったっけ、ブロットか、ブロットやん。え、今回のこのエピソード2ってもしかして闇落ちすんのラギーくんなんかな。毎回寮長が闇落ちしていくんやと思ってたから、勝手に今回はレオナ様が闇落ちすんねやと思ってたけど、今ブロットラギーくんが魔法を使った時に出てきたから
今回の闇落ちは最後のボスはラギーくんかな。うわあ、気になる。どうなんねやろう。マジカルシフト大会もどうなんねやろう。おお、楽しみ。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。見てくださってありがとうございました。